皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回は大胸筋の機能と注意点について解説をしていきます。三角筋についてね、徹底的に解説をした動画を出させていただきましたけども、それと同じようにね、大胸筋の解説もしていこうかなと思います。まあ、特に男性の方はね、やっぱり大胸筋でかくしていきたいなっていう方多いと思いますので、しっかりとね、聞いていただいて参考にしていただきたいなと思います。肩トレの時もね、言いましたけども、この種目をこういう風にこれだけやったら効果的ですよ、おすすめですよっていうのは簡単なんですけども、なんでそれが効果的なのかっていうね、その理由をしっかり知った上でメニューを見ていただいた方がはるかに効率よくですね、大胸筋を大きくしていくことができるので、まずはその基礎になるですね、大胸筋の機能とトレーニングする際の注意点をしっかりと解説させていただきたいなと思います。まずですね、大胸筋の機能いきますね。肩関節の水平内転、横にね、手を広げたところからこっちに持ってくる動き、そして肩関節の屈曲、横にだらーんとね、下げたところからこう上に上げていく、こう上に上げていく機能ですね。そして肩関節の内旋、こういう動きですね。あとはまあこういう動きもありますけども、この上腕骨をぐっとこう内側にひねる動きになります。そして最後が肩関節の内転、真横に上げたところから下にね、下ろしていく時の動きになります。これらの動きで大胸筋っていうのは鍛えることができます。なので、まあベンチプレスだったら水平内転の動き、インクラインベンチプレスだったらちょっと上の方に持っていくんで、この水平内転だけじゃなくて屈曲の動きも入るから鍛えられるとか、ディップスだったら下に向けて押しますよね、内転の動きがあるから大胸筋使われるんだなっていう風に知っていただくと、ものすごいですね、大胸筋のトレーニング効率よくなりますので、しっかり覚えておいてください。次ですね、注意点解説していきます。大胸筋を鍛える際の注意点3つあるんですけども、1つ目は大胸筋全体のバランスを考えながら鍛えていただくっていうところにあります。大胸筋っていうのはね、大きな筋肉、面積の広い筋肉なので、実はね、上部、中部、下部っていうふうに分かれます。で、それぞれですね、若干ですけども機能が違うんですよ。例えば大胸筋上部はより屈曲のね、動作に関与する率が高くなります。で、逆に大胸筋下部だとこの内転の動きに関与する率が高くなるんですね。全ての動きで上部、中部、下部全部使うので、このね、屈曲の動きで大胸筋下部も使われますし、このね、内転の動きで上部もね、使われるので、そういう意味ではどの種目でもね、しっかり全体鍛えられるっていうのがあるんですけども、よりね、その上部、中部、下部の特性に合わせてしっかりと種目を選択していただいて、バランスよくですね、大胸筋が鍛えられるようなメニューを組んでいただくっていうのが大事になってきます。特にですね、大胸筋上部は弱い方っていうのが多くなりがちなので、この大胸筋上部をしっかりとね、鍛えられる、鎖骨に近い部分を鍛えられるような種目っていうのをきっちりとやっていくっていうのが大事になってきます。そして2つ目が、肩の怪我に気をつけていただきたいっていうことですね。胸のトレーニングって特にね、コンパウンド種目、チェストプレスとかベンチプレスみたいに肩関節と肘関節が動くようなトレーニングにおいては結構ね、怪我のリスクが上がります。特にベンチプレスはね、ものすごい怪我のリスクが高い種目でもあって、肩ももちろんなんですけども、大胸筋断裂しちゃう方もいたりするんですよね。検索したらかなりね、ショッキングな写真が出てきたりするんですけども、それぐらい実はベンチプレスって怪我のリスクが高い種目になってくるので、本当にそういうリスクをね、避けながらトレーニングできるように、こうしっかり種目の選択をしていただく。まあ、例えばバーベルのベンチプレスだとちょっと肩が痛いなとか違和感があるなっていう方であれば、ダンベルのベンチプレスにしていただく。そうすると違和感なくできる場合もあったりしますし、それでもフリーウェイトだとどうしてもちょっと肩に違和感がとか、前にフリーウェイト、ベンチプレスで大胸筋切っちゃったことがあってちょっと怖くてっていうことであれば、マシン中心のトレーニングをしていただくっていうのもありだったりします。そういう形で怪我をしないようにしっかりとメニューを考えて組んでいただくっていうのがおすすめですね。そして最後3つ目ですね、肩の
インナーマッスル、ローテーターカフのウォームアップをしっかりとやってくださいっていうことになります。2つ目でですね、怪我に気をつけてくださいねって言いました。いろんな怪我の中でも特に多いのはこの肩のインナーマッスル、ローテーターカフの怪我だったりします。肩のね、インナーマッスルっていうのはこの肩のね、関節を安定させるのに働いている筋肉なんですね。肩の関節っていうのはあらゆる方向に自由に動くんですけども、自由に動かせるっていうことはそれだけ固定が不安定になっているっていうことでもあるんですね。なのでその不安定な関節をしっかりと安定させるために、あらゆる方向から肩のインナーマッスルがこの、ね、上腕骨をしっかりガシッと、ね、止めて動かせるようにしてくれてるんですけども、ベンチプレスとか胸のトレーニングで肩関節を、ね、酷使するようになると、やっぱりこのインナーマッスルにも疲労が溜まってきて、インピンジメントを起こしてね、インナーマッスルが炎症を起こしてしまったり、ひどい場合はブチッと切れてしまったりっていうようなね、怪我が結構多かったりします。でやっぱり一回断裂してしまったりとか、そういう大きな怪我をしてしまうと、場合によっては手術が必要な場合もありますし、回復してからも常にね、怪我を気をつけながらやらないといけなくなってしまうので、あらかじめね、怪我をしないようにしっかりね、ローテーターカフはね、ウォームアップやっていただいて温めていただくっていうのがおすすめです。ローテーターカフではないんですけども、胸のトレーニングにおいて、まあ、特にベンチプレスにおいては、上腕二頭筋の長頭腱、上腕二頭筋の腱を痛めるっていうケースが結構多いです。上腕二頭筋っていうのもこの肩からついてて、上腕二頭筋の腱がですね、こういうふうに肩関節をこうまたいで出てきてるわけなんですよね。なのでそのインナーマッスルと同じように関節で挟んでしまって炎症を起こしてしまうとか、断裂してしまうとか、そういう事故がね、起きてしまったりするので、実はね、肩が痛いなと思ったら上腕二頭筋の腱だったっていうケースもあったりして、肩の関節周りにある腱ですとかインナーマッスルっていうのを痛めやすいので、そういうところのウォームアップはしっかりとやってくださいということでした。今回はですね、大胸筋を鍛える前にしっかり知っておいていただきたい大胸筋の機能と注意点、解説させていただきました。おさらいしますけども、大胸筋の機能は水平、内転、屈曲、内旋、内転という動きがありますよと。で、注意点としては上部、中部、下部のバランスを考えて鍛えていただく、そして怪我をしないように注意していただく、で中でも肩のローテーターカフはしっかりと注意をして、ウォームアップを念入りに行ってくださいということですね。これらのことに気をつけていただいて、しっかりとね、楽しく大胸筋のトレーニングをやっていただければと思います。ということで、この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも新商品の情報を概要欄に記載しておりますので、ぜひ概要欄をご覧いただいてチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。